ターンメイクでも可愛くなれるリビガール隅田香穂です。今回は友達に会うのに待ち合わせ時間に遅れそうという時にぴったりの時短メイクをご紹介します。メイクスタート。クッションファンデはムラなく伸ばしやすいので時短にとってもおすすめです。クッションファンデの後に化粧水を吹きかけると落ちにくくなり自然のツヤ感を出してくれます。粉末状のものは簡単に理想の眉毛が描けちゃいます。アイシャドウはムラが分かりにくいラメシャドウで時短。目尻だけアイライナーをしても目に印象がつきます。リップは輪郭を捉えてから中央に塗るとはみ出しにくくて綺麗に塗れます。完成です。早くメイクが終わるだけでなく崩れにくさもしっかりあるのでぜひ参考にしてみてください。毎週木曜日ビガールのメイク動画をアップしています。楽しみに。ビガール隅田香穂でした。バイバイ。